4対0ライオンズがリードして5回の表のイーグルスの攻撃。この回先頭の7番セギノール、レフトへの当たりは13号ソロ、続く8番リンデン、2者連続の10号ソロ、これで4対2。さらに9番中谷、3者連続ホームラン、3号ソロで1点差、4対3、イーグルスが1点差に詰め寄ります。さらにヒット盗塁ワイルドピッチでランナー3塁の手、3番鉄平のこの当たり、セカンド片岡のエラーで4対4、イーグルスが同点に追いつきます。ここでライオンズ先発岸は降板となります。ピッチャーは2番手大沼が上がりまして、2アウトランナー3塁、バッターボックスには5番の草野。草野の当たりはピッチャーの頭上、ショート中島が追いつきますが、これがタイムリー内野安打になりまして5対4、楽天が逆転に成功します。6回の表ライオンズは3番手野上がマウンドに上がって、8番リンデン、左方向への当たりは2打席連続11号ソロで1点追加、6対4、楽天がリードを広げます。7回の表のイーグルスの攻撃、ライオンズのピッチャーは4番手の藤田、2アウト1、2塁から8番リンデン、ライト前タイムリーで1点追加、7対4、イーグルスが3点差とリードを広げます。7回の裏のライオンズ、4番の中村、4試合連続となります44号ソロでライオンズが7対5追い上げます。なおも5番石井義人、石井の当たりはライトスタンドへ、6号ソロ、2者連続ホームランで1点差、7対6、ライオンズ追い上げます。9回の表ライオンズのピッチャーは5番手星野、1アウト1、2塁から8番リンデン、これがタイムリーになりまして4打点目で1点追加、その後2本のタイムリーで2点追加したイーグルス、10対6で勝利を抑えました。